こんにちは。看板商品発見アドバイザーの塩さんでございます。よろしくお願いします。はい、それでは今日はですね、テイクアウトはお店のこだわりを載せるをテーマに話をしていきます。お店のこだわり、皆さんのお店ではどんなものがありますか？このお店のこだわり、皆さんのお店では絶対譲れないもの、そしてこれまで自信を持ってきたもの、お客様に喜ばれているもの、いろんなこだわりがあると思います。で、このテイクアウトを始めるときに大事になってくることというのは、やはりテイクアウトもやはりそのお店のこれまで培ってきたこだわりを生かしてこそ成功するというところであります。お店のこだわりというものに対してどれだけ自信を持っているのか、この自信が価格にも現れますし、お客様に届くイメージにもつながっていきます。で、それぐらいに実はこのお店のこだわりを乗せるというところは大事なものになります。ところがついですね、このお弁当となると、もしくはお持ち帰りとなると、やはりちょっとこう下のイメージを持ってしまうんですね。だから安くないとダメじゃないかなとか、ちょっとこう安い食材でやった方がいいかなとか、やっぱりどうしても美味しくなくなるから、ちょっとそこはこう少し手抜いちゃってもいいかなというような形にやっぱりなってしまうんですね。だけどその気持ちだと実はうまくいかないというところがすごく生まれてきてるんですね。で、なぜかというと、このお持ち帰りのものを買ってくれるのは誰かですね。これお客様ですね。お客様はこのお店のことをやっぱり知ってます。そして今まで知らなかったお客様もこだわりがないものを買いたいと思うでしょうか？おそらく買いたいと思わないですよね。手を抜いているというのはお客様はすぐに分かります。このお店の弁当、このお店のお惣菜、なんか自信が感じられないよね。これもお客様は見抜いてきます。それぐらい今のお客様はすごくシビアです。厳しいです。それは別の意味で言うと、お客様の方が料理のこと、お店のこと、知識、いろんなことを知ってるんですね。そして今は簡単に調べることができます。だから本物じゃないと売れないというところもあります。じゃあその本物って何かとなると、やはりそれはそのお店でしか味わうことができない、お店でしか体験することができない、そのお店ならではの強みを生かしたこだわりのものだと思うんですね。で、このこだわりのものをどれだけこの持ち帰っていただくものに込めていただくのか、これ次第でどんなお弁当になるのか、どんなお惣菜になるのか、それがやっぱり変わってくるというふうに捉えております。だからとにかくこの新しくこのテイクアウトを始めるという時には、最初に述べたついでとかともまた違う形で、とにかく覚悟を持って始める、これが大事です。で、その覚悟を持ってやる上で大事になってくることのところに、やはりお店ならではのこだわりをしっかりと載せて、ここだからこそ楽しめるお弁当があるよ、ここだからこそ楽しめるお惣菜がありますよ、だからここに買いに来てください、一緒にこれを食べて元気になってください、そんな気持ちで届けていくことによって、買ってみたい、買いたい、そういうお客様が増えていくというふうに捉えております。あなたのお店のこだわりは何ですか？あなたのお店だからこそ味わえるもの、あなたのお店じゃないと体験できないもの、あなたのお店でお客様がこれまでたくさん支持してくれたもの、これは何ですか？ここをしっかりと見つめていくことによって、実はあなたのお店ならではのお弁当、あなたのお店ならではのお惣菜をテイクアウトとして届けていく、このヒントがここに隠されているというふうに捉えております。まずはお店の中のこだわり、
ここを振り返ってみることからテイクアウトを始めてみてはいかがでしょうか。この今日のですね、この内容というところのまとめについては、コメント欄のところにもまとめて書いておりますので、ぜひコメント欄もこの後ご覧ください。はい、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。これからこのテイクアウトどうやって進めていくのかというところの講座を、挫折いただきます。皆さんの中でも、どうしたらいいのかわからないことたくさんあると思います。で、こういう時ってどうしたらいいの、こんな時どうしようっていうところがありましたら、どんどんこのコメント欄のところにご質問を入れていただければ、そこに対しての答えというところを今後ブログの動画の中で、入れさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それと最後に一つ案内があります。現在、私も飲食店を応援するために飲食店応援ブログを、毎日更新しております。こちらのブログもぜひ、ご覧いただいて、何か皆さんのお店でできることまだないかなというところのヒントにつながっていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。